トマ・ボクレールは、フランス・バランケン、シルティカイム出身の自転車競技選手。日本では、英語読みのトーマス・ボエックラーという表記をされたことも、あった。2001年に、ボンジュールと契約を結び、プロロードレース選手となる。2003年、2004年、2005年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2017年。 ステージレースでのステージ優勝やワンデーレースでの勝利が目立つパンチャータイプの選手である。同チームで同じパンチャータイプの新ゆきやはアシストの仕事も求められることの多いチーム内での立場もあって逃げにチャンスがあるステージに絞ってエスケープに挑戦するが、僕レールの場合は逃げにノーチャンスと思われるステージでも果敢にエスケープに挑戦するのが特徴の一つ。 2009年のジロでイタリアでは、ブロックハウスへの登山ステージというクライマー圧倒的、有利のステージでもエスケープしている。中間スプリントポイントや平坦ステージでの高低差の低い山岳ポイントなども狙う積極的な走りと独特のキャラクターが親しまれている。とはいえ単なる目立ちたがり屋というわけではなく、ツールドフランスにおける総合4位や山岳賞の獲得。 数々の区間優勝、マイオ・ジョーヌの所持歴、その度クレースでの勝利のある実力者である。出身はフランス本土だが、7歳から17歳までは西インド洋のフランス領マルチニーク島で育ち、17歳でフランス本土にスポーツ留学の形で渡ったという経歴の持ち主である。そのため、西インド諸島で広く話されるクレオール語を話すことができる。 ありがとうございます。